エリカを助けるクールな悪役レスラーを演じるのは尾崎真由美さん。ドラマの中でも尾崎さん自身を演じます。一期一会の人情だ。ちょっと言いにくい。一期一会が言いにくいかもしれないけど、そこで一期一会の人情。はい、じゃあ本番いきます。はい、本番。尾崎真由美さんとデビル雅美さんの登場です。はい、カット。はい、カット。はい、まんまっす。吉武、ちょっと待って。クールに決める尾崎さん、リングコスチュームにその身を包んでの登場です。デビルさんはこの日から撮影に参加。久々のドラマ出演です。尾崎か、軽量級が無理すんじゃねえよ。はい、OK です。はい、カット。チェックします。チェックお願いします。決闘シーンを前にデビルさんがマットの具合を確かめます。あとは普通に起こす。このだけ。それか、なんか上に上がって高さを利用してあげるとか、そういう話。この二人を中心にアクションの段取りが決められていきます。格闘の場面では尾崎さんもデビルさんもレスラーとしての本領発揮です。動きが決まっていくうちにリハーサルにもだんだんと熱が入り、これが本番になるとものすごい迫力。この熱闘の様子をみんなが固唾を飲んで見守ります。前半の戦いが無事に終了。最後の決め技の準備に入ります。ちょっと無害の子が回って、ホコリがモワモワモワ。ホコリの効果を出すためにマットの上に撒かれているこの粉は、なんときな粉です。はい、じゃあスタンバイお願いします。はい、じゃあスタンバイお願いします。じゃあ、本番いきます。回しましょう。回りました。はい、本番。よーい。はい。はい、カット。はい、カット。はい、OK です。いただき。見事に1回で OK。でも、お二人ともご覧のように粉だらけになってしまいました。マットはいいです。はい、これから出てくるんだからね。うん、かといってもこれから出る程度の出番が終わって、中村ゆまさんと一緒に雑誌の取材を受ける尾崎さん。さすがに決まっていますね。